背番号5番。おーい、カメラこっちだよ。あ、こっちか。背番号5番、船津哲也です。背番号26番、ミッドフィルダー青山俊介です。次のホームゲームは7月20日土曜日18時キックオフでリファーレン長崎と対戦します。この日は市町村サンクスデー、射水市の日です。射水市の日ということで M3 メインゲートでは射水市の日特産品の白エビせんべいが先着1000名様に、また白エビ唐揚げは先着500名様にプレゼントされます。早く来るとお得ですよ。そして射水市特産品販売ブースでは野村屋さんの白エビせんべい、むずむずどら焼きや道の駅新港さんの白エビバーガーなども販売されます。どれも絶品なのでぜひお立ち寄りください。むずむずくんもいます。続いてグッズ情報のお知らせです。長崎線では新発売のグッズが3つあります。1つ目はトレーディングカードです。トレーディングカードの発売を記念して特設ブースではカードフェスタを開催します。3パックご購入ごとに豪華景品が当たるガラポン抽選会に1回参加できます。1回のご購入に制限はないので欲しい分だけお買い求めください。今回のカードは新加入選手の裏面が幼少期の写真となっていてお宝ショット満載です。楽しみにしていてくださいね。2つ目はこちら、ミッキーマウス T シャツです。ついにミッキーマウスデザインの T シャツが登場しました。3種類のデザインからお好きなものを選んでくださいね。3種類もあるね。どれがいい？いや、俺はこれやな。さっきやったお前の、お前じゃなくてこれがいい。俺がいいな。はい、いるです。よろしくお願いします。3つ目はこちら、今入るの B-Boy じゃなくてキャップです。前に Facebook でアンケートを取っていたキャップがついに完成しました。もちろんカタールブルーです。しっかりとした刺繍でとってもおしゃれですよ。夏はニューキャップで決まり。次長崎戦ですけど、前期負けてますし、今長崎上位にいるんで、まあ上位に本当食らいついていくためにもしっかり勝ち点3を狙いにいきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。次のホームゲームは7月20日土曜日次のホームゲームはい、行きます。そういうの行きます。